レシェク・コワコフスキは、ポーランド出身の作家、哲学者である。それまでの古典的で曖昧な市民の定義を見直し、独裁的政治権力に対抗する自主的な社会的集団として現代的再定義を行った。この再定義は、市民社会思想として具体化し、ポーランドにおける独立自主管理労働組合、連帯員の結成をはじめとした。 旧共産権諸国の民主化運動、東欧革命、その後の民主化プログラムと市場経済化プログラムの過程、及び冷戦後の東西欧州の政治、社会の変遷を通じて、欧州やアジアの政治と歴史の流れに具体的かつ決定的な影響を及ぼすことになった。コアコフスキの哲学理論に一貫している無限法上の法則を端的に言えば、たとえいかなる理論、 競技であってもそれを信じ込んでいる者にとっては支持する、論拠にことかかない、ということである。人というのはある物事を盲信してしまうと何でも、画伝引水に解釈してしまう傾向があることを指している。ポーランド第二共和国、ラドム出身。ブッチ大学を卒業後に、ワルシャワ大学で教鞭を取る。1968年に辞職し、 イギリスのオックスフォード大学に赴任し教弁を取る。1983年に、詩人のチェスワフミオ氏と共に訪日し、大阪府大阪市と長野県軽井沢町で国際シンポジウムに出席した。ありがとうございます。